はい、第55回目バスケットオークラジオを始めさせていただきたいと思います。本日お送りするのは岸とトモと久田さん、お願いします。え、もはや、はい、55回目といえば、はい、55の55回目でありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来月43歳になります。プロデビューしてバスケットまだ現役でまだ粘ってます、茨城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとどう思ってるよ、茨城さんよ。茨城さんお願いします。はい、私は大田くんを高校3年間でボコボコに縛いた木原です。キャッ、本当の話それ。そして、スポルテリアの安永英二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、トモさん、はい、にぎやかにね、OB の方集まっていただいて、にぎやかです、ね、はい、というか僕緊張してますよ。そうですよね、すごい大先輩。トモさん被ってないもんね。はい、はい、そういう私も被ってございません。はい、いや、一番緊張してるの僕ですって。憧れの先輩2人、憧れの先輩2人来てよ。もうそれは一番緊張してるよ、郷田くんが。それとはあのスポルテリア、今日収録させていただいてる、はい、スポーツバー、あのカフェ、はい、カフェ&バー、はい、スポルテリアのオーナーさん、安永英二さん、はい、一緒に、来ていただいて今日配信させていただきたいと思うんですけれども、はい、あのね、はい、今日ね、この日を迎えるまでに、はい、さっきもちょっと自己紹介していただきました茨城先輩にね、はい、僕何度もメール電話メール電話しましてね、はい、お願いしますと、はい、育英高校に伝説があったんですよ。伝説が。お、どんなんですか。あのね、兵庫県の決勝ですよね、あの今でいうウィンターカップの予選、兵庫県予選の兵庫県予選の決勝トーナメント、決勝トーナメントで、ね、リーグ で、面白いすごいどんでん返しがあったっていう話を昔ちらっと僕他の先輩から聞いたことがありまして、はいはい、いや、その都市伝説ほんまかいなって、本当ですか。なるほど。で、リアルにその現場にいておられた先輩にどうしてもお話は伺いたくて、はい、でもずっと前からオファーかけてて、はい、で今日いよいよその日がやってきたということでございます。謎が解かれるってことですね。そうなんです。じっちゃんの名にかけて。大事。そうなんです。で、時はね、はい、1989年でした。お、はい、今から何年前。25年前でございます。25年前、つい最近ね、バストラで50回記念の時に、はい、50年前のバスケット、うんうん、あの辺をちょっと紹介したりしましたね。そっからまた、そっからちょっと気が早いんですけどね、はい、25年前のバスケット事情っていうのを、はい、こう先輩お三方からお伺いしたいなと思うんですけど、はい、先輩どうでしたか、25年前のバスケットで今とだいぶ違いますか。何が違うのかな、一番。スリーポイントなかった。ありましたっけ。もうちょうどありましたっけ。1年の時にできて。ああ、ほんまですか。1年の時にね。で、まあ今と全然違う。前半後半ね、当然。そう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 。あ、前半後半4ピリとかなかった。そう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 。前半20分、後半20分。それが一番違うな、今の。と、あと24秒ルールが、まあ、当然30秒。ああ。当時は。ね、あの6秒の違いは大きいですよね。大きい。ねえ。え、ちなみに茨城先輩はポジションはどこをやるの。はセンター。センターだと。で、こう見えても一応1、2年先フォワードもしててんけど、誰も信じてくれへん。へぇ、市原さんは僕は、はい、2年生まではフォワードね。へぇ、はい、3年生の時に、はい、浜西のね、はい、中筋っていうすごい選手が、はい、浜西言うたら浜松西高校ですね。静岡県の、ね、そうそうそう、はい、あそこでよくね、こう合宿をしたり試合をするケースがあったんですけど、その時の中杉さんのスタイルが、ボール運びをとしてはポイントガードとしてます、はい、で、ハーフコートフェンスだったらフォワードに切り替わる。へ、そのスタイルを真似させられて、最後卒業する3年生の時は、はい、2段階かな、はい、まあ、もうボール運び一応して、はい、あのハーフになったらハーフに切り替える。かっこいいこと言いすぎちゃう。もうマルチプレイヤー、まあ、なんで全国大会行ったらセンターハイポストでボールもらってたよ。いやもらってましたよ。難しかったけど、茨城さんと市原さんと小浦さんの関係をね、うん、
はどういう関係なんですか、ね、僕が一番ボーダーの関係は育英高校から行きたいとか一緒に帰るっていう、昔ってまだ山陽電車ある時、あ、まだ西大ってあるんでしたっけ、まだあるんでしたっけ、はい、あの育英って西大組と板谷の組っていうのに分かれるんですよね。これで茨城さんと市原さんは僕にとっては1個上の先輩なんですよね。だから生意気なこと言ったらね、さっきもボコボコにしたってね言ってたしょうもない先輩が言いましたけども、本当それで僕は茨城さんと一緒に板谷にから通勤通学してたっていうね。はい、いやいやそう、いやいや僕はだから今でも茨城さんのことをミスターバスケットと呼んで、いやいやこんなにももうね、もうブログ見たらストイックで毎日走って、そんなバスケットしたらあかんって適当でって思いながら茨城さんのことを見ながら、市原さんはやっぱりポジションがねちょっと被ってたんで、ちょっと憧れの先輩でもありましたね。おいで、まあ、バスケットの雑誌とかあったじゃないですか、はい、それにもやっぱりスリーポイントランキングとかでね、はい、バーンと4位やったっけ、ね、でもタコが2試合か3試合ぐらいしかしてないのに4位とかになったりとかね、すごい僕はねどつきさえしなかったらね好きな先輩でしたね本当に。今ちょっとお話出ましたけど、スリーポイントランキングって1回戦から決勝までで合計ですよね、入った本数ですね。入った本数。それ市原はだいたい2点よりも3点取った確率の方が多かった。へえ。まあ一緒ぐらいの確率やったんで3ポイントにしましょうかっていう感じですよねきっとね。はい。だからもう3ポイントの、まあ、兵庫県の先駆者と言っても過言ですね。過言じゃない過言じゃない。あ、すみません。まあ、市原の日本だったら井上さん。あ、なるほど。井上さん。今息子さんがね、あ、なるほど、なんか息子さんもスリーポイントシューターって、そうなんですよ、ね、ついこの間のね県予選でも井上さんの息子さんが、はい、もうスリーポイントバッチャバチャ決めてましたけど、ね、お前ですか、すごいな、いい選手ですね。うん、現役の時はもう井上さん そのシュートのリバウンドとかでね、はい、であの僕が今5台みたいな感じで先輩が憧れる歌も井上さんで、で50本打ったら相対調子の時42、3本、僕らも現役の時の練習するけどね、実際の42本みたいな、なかなか32、3本入ってね、いろんなところだったけども、まあ、井上さんとかやっぱそれは僕だったので、スリーポイントに関してはね、それもそのスリーポイントラインとまだ触ってその確率で打ってるんですよ、すごかった。ちょうど井上さんのあたりでスリーポイントのレーンができた頃の感じですね。その頃の噂では金持先生がスリーポイントなんていらねえぞってそういう話もあったな、そんじゃねえぞって言ってたところ、井上さんがあまりに入るものだからすぐいるっていうか、まあ、あるかなっつって、あるかなっつって2点でいいんやって言ったけど、あの井上さんの出発はそう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 、で市原はその2年というかずっと出よったけど、それからスリーポイントこれ高けてたのですごかった。ボラッとしてからな、みんな言うんやけどね、ポジション的というか監督からの指示は打たないかん仕事いかんプレイヤーみたいな、はい、かっこいい、本数が得点取ってるのも確率からやらせるから、そんなに僕のイメージで、井上さんとかアメに比べたら確率が悪かったんですけど、はい、やっぱり打つのが仕事というか、打たなかったら怒られるみたいなのがあったんで、俺打ったら怒られるなお前は打つない、僕は振り返ってみたらやっぱりチームメイトが他の子がね、やっぱりシュートを打てるようなケースで、楽にシュートを打てるようなケースを作ってくれたっていうのが、まあ、結果に残ってるだけで、個人の一人の、ね、能力ではなかなかね、やっぱりそれはやっぱりチームメイトが茨城を何で大人になった、いや大人になった、大人になった、ほら入ってるっちゃやけど、落ちてリバウンド取れたら全部俺のこと芝からやるからね、日本でしばかれてないですよ、あれですよ、お仕置きです、やっぱりその辺は信頼関係がね、やっぱり僕ら世代っていうのはやっぱり今の子に比べたらおかしいけどね、はい、やっぱり強かった気がしますね、そのリバウンドで話を言うと、市原が打ったって軌道でどこに落ちるかまでは大体分かってリバウンドに行ったって、それぐらいだとやっぱり全国とか行ったらでかいのか、はい、総戦と取れへんから、いやでも茨城さんは、まあ、ミスターバスケットと言いながら呼びますけど
いやミスターバスケットはやっぱりね、スタンディングでね、やっぱりダンクできるぐらいのジャンプ力があったんでね。それ誰も信じてくれる。いや僕も信じてないですいやだから、まあ、まあ、確か噂やったですけど。いや私はね、高校3年生の時に先輩来てくれはったことがあるんで、はいはい、で僕はもう1年生の時にガードで入ってきてね、ちっちゃいもう何も用事ない子やったんですけど、背が伸びて、でたまたま茨城さんが遊びに来てくれはった時にこう胸貸してもらったような経験がありましてね、はい、よく覚えてますね。どんどんでかかってきて、そう大学でもやったもんな。そうです。先輩たちの試合の時ですよ、この話を聞かせてください。はい、ウィンターカップとか。ウィンターカップ、その前にね、総体の県予選はどんな感じで終わったんですか。その結果の後ですよね。そう、その総体予選はどんな勝ち方、インターハイは行かれてるんですよね。行ってます。どんな感じで。2位ですけどね。2位だったんですね。当時僕らの時って言ったら、やっぱり福江と三河校がの2強で、ええ、その他はっていうのはそんなにね、あと関学とか高層南とか、まあ、あれでも出てます、山形稲園とか、はい、その辺がまあ4強、ベスト8で残るだったので、で結果的には実力的に言うたらやっぱり三河校と福江が2強、必ず決勝までは、はい、バスケ残って決勝すると。素材的にはどうでした。その中学の時にちょっと名の売れた選手が三河校入ったりしてちょっとややこしかったりとか、そういうこともあったんですか。大体集まってましたか、育英高校に。まあ、当時の三河校の一人一番目だったんです。川野さん。川野さんってあのクロスオーバー。あ、じゃあ違う、聞いてある川野じゃなくて、はい、ね、170、78ぐらいしかないのにダンクする、ダンクコンテストに出た。楽勝。その選手は尼崎で僕、中学から一緒やった。あっちは園田中学校っていう中学校で、はい、もう全国大会にずっと行く。その当時から、はい、まあ、バネのある選手 で、まあ、高校、三河校、僕は行くって対戦することになったんですけど、はい、まあ、だけど飛躍的に三河校入ってからね、開花したことになりますね。止められたね。さっきのこのこれな、総体のやつもあるけど、ほとんど得点カーンしか取ってない。今ね、茨城さんがスタッツをちょっと見せてくれようと資料を広げてくれてます。いやでも一人でね50点ぐらい、うん、マジで。この育英戦にウインターカップ予選の前の時の決勝の三河校カーンの34点、それも68点中34点。ちょうど半分取ってるんですか。1位が18点、2人がもうどっちものチームのポイントゲッター。だから市原さんが取れへんかったから負けたってことですね。この試合はね。この試合はそうだ。もうなんせもう三河校にはもうことごとく1年間ほぼ勝ててないんですよ。そうなんですか。いや特に育英戦になるとね、その三河校のね肩がすごかったんですよ。すごかったです。全然それは違う。もう市原さんのこと憧れてたけど間違ってました。三河校の川野さんでした。市原さんと川野さんはマッチアップするわけですか。いやわざとしなかったですね。マッチアップし合う。僕のどっちもが潰し合うんだ。いや違うね、ディフェンスできなかった。そうシュートするな仕事やったらディフェンスはね。浅田さんとかやってたんですよね。浅田さんはお二人の同級生のキャプテン。キャプテン、そうですよね。それも要シュート入れたけど、だいたい市原と浅田が。浅田さんは井上さんタイプっぽいですよね。セットシュート。ああ、そうですね。じゃあまあもうほんまオーラウンド的なシューター。オーラウンドプレイヤーでしたね、本当。本当だし、1から4してたもんな。いや、僕そう今褒められたもんね。ちょっと嬉しそう。ちょっと褒めすぎた。で、その時は1位は三陰工業で、2位が育英高校で、インターハイ。インターハイどこやったんですか。松山って松江じゃありませんね。松山、あの四国の松山です。どうでした、インターハイ。まあ、インターハイは2回戦ぐらいで負けたんですか。金森先生の様子は。金森先生はね、ちょっとね、はい、元気が薄れとったの。いや本当、6-3相対終わった。そう、6-3相対っていう大きなそのイベントがあって、そこに
目標をね、標準合わせたとこがあったので、はい、その時大きい選手とか、はい、さんとか田中さんとか、だから6さんって神戸インターですね。で神戸選抜も神戸だ。そう、選抜と選抜も両方インターでもあれ、あそこの先にもあれだけちゃうから、そうそうそう、1年前、1年前そう、だから春の選抜は神戸で、夏のインターハイ神戸。ちなみにあのリスナーさんは分かんない人いると思うんで、あの今でいうウィンターカップが選抜なんです。そうですそうです。でウィンターカップは当時冬じゃなかったんですよね。春です。春にあったんですよね。そう、3月春休み。そう、3月になったんですよね。そうそうそう。でそれが終わってからの総体。そうです。そう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 。でその総体終わった後のウィンターカップは皆さん卒業されてるから新チームがっていうことですか。俺らが用語やな、うん、でも3月って卒業されてますよ。2月14日にも卒業されるでしょ。いや違う、そうそう、あのそのだから、ま、前の年なんですよ。そうですね。六三総体は2年生の時だ。2年生の一番最初の全国大会っていう感じなんですよね。それが僕らが3年の時に初めて12月になったのが第1回目やってる。そうそう。それの面白い。それの予選やったんです。そうそう。初めて3年生がその予選がおよよ。そう、偉いことやったそれが。ちょっとごめんなさい、話がそれちゃったんですけど、はい、あのウィンターカップ松山インターハイですね。松山インターハイ、あの結果だけちょっと先に教えてもらっていいですか。どんなことになってたんですか。結果は、はい、1回戦が、金沢高校。金沢高校、はい、名門ですね。今でも金沢強いですね。はい、強いです。でその金沢高校もその3ヶ月ぐらい前でアシックス杯っていうのがあってね、はい、やってるんですよね。やってるね。その時ね、30点差だったな。負けてるんですよ、ボロ負けてるんですよ。あ、で、それに対しての戦略等々はなかったなかったけど、はい、前にトーナメント表が決まった時に、はい、金沢高校にほら勝てるかどうかって選手たちは思ってたけど、はい、監督コーチ陣はその先の能代を見てた、はい、はいはいはい、金沢負けてんのに俺ら金沢に勝たなかったら能代に勝って試合できんやんと思ってたけど、はい、監督コーチ陣は、はい、その能代のことを思ってた、ね、それを、はい、まあ言うたらレギュラー陣と B チーム陣ね、能代、はい、の大きいゾーン、ね、はい、大きいゾーンの練習を、うん、もうこれぞ何時間練習するのかしました。はい、で僕らの感覚で大きいのもたんは、むしろ勝てんちゃうその時の関口が来たらバスで、そうそうそうこの大きいゾーンをこんだけ攻略できたら、むしろに勝てるぞ。長谷川役も大したことないですよ。そうそうそう長谷川選手は長谷川誠同い年と同い年その時の能代のキャプテン、はい、で、センターが攻めてで、僕らは最初は金沢戻ったけど、練習しながら、金沢は勝てるな。能代対戦でしょ。そうそうそう。選手は。選手はあんまりね。やっぱりそういう精神のもと、試合に臨んだので、金沢高校には無難にね。勝ったんですか。何点ぐらい空いたんでしたっけ。いや、10点ちょっと、12、3点ちゃうかな。上間がまた調子よかった。上間がね、すごかったですよ。あ、上間さんってあの沖縄出身ですね。そう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 。で、まあ試合は勝って、まあ2回戦の。能代と、はい、で、その能代となった時の試合っていうのはやっぱりね、メインの会場でやるのと、うん、で、能代にしたら初戦でしょ、はい、で、僕らにしたらやっぱり初戦に行ったら向こうね、戦いに行く部分もなんだっけ、分かったんで、はい、なんかこうね、いけるぞ、いけるんちゃうか、あんだけ練習したし、あの通りやれば、しうか大きいゾーンやってきましたしね、後半、最後にもつれてみたいな、そう、じゃあ、それがその前の、はい、秋田と兵庫との国体、はい、で接待よ。あ、そうなんですか。それは前の年のね、年の当時の秋田といえばもうたんほぼ単独。その前の年はもうあれですよ。三浦超エースの三浦ね。あの全日本を背負うようなセンターも。もう怪我してね、泣く泣くね、あれでしたけど。でその年とやって、8点差ぐらい。点差が89対89。9点差ぐらい。調べ試合があったので、僕らもその流れに乗ってね、翌年のインターハイで長谷川選手ともやったことあったからね、はい、なんとか番狂わせるので、
まあ、試合始まりました。でこれは僕しか覚えてないと思うんですけど、試合のジャンプボール、はい、まず会場やね、会場は能代が試合するということで、めっちゃすごい人なの。あ、そう、今ちょっとよく聞こえなかった、なんですんごいですよ、人が。すっごい人。人が。人がすごい。観客が。みんな俺ら見に来とるかみたいな。みんなどうしろ見に来てね。ちょっとそれで上がってもね。試合の前はね、倒したら思ったけど、王さんにちょっと上がってもって。そう、みんなアップでな、能代のアップみんな見てるから、その間に、だん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 こう、雰囲気がな。で、試合始まりました。はい、でね、あの時、もうずっとジャンプボールやったな、俺。ジャンボ、ジャンボ僕やったんですよ。え、市原さんとか一番大きい方はどのあたりなんですか。茨城と松野おったんですよ。松亀は茨城が、はい、松野さんなんか197あるんですか。いやいや、試合出たことない大丈夫それがまた後での話。そうそうそう、今まあ、まあ、そのジャンボボールは僕やって、で能代の関口は2m5ね。2m5 で僕が181か、はい、でジャンボボールだけでもなんか絶対勝ったろ勝ったろと思ったんですね。で僕巻き込みでね、前には用飛ばさないんですけど、後ろには飛ばすの得意やったら、はい、半分体当ててね、はい、体当てる好きですから、はい、ジャンボール勝ったんですよ。勝ったんですか。そん会場うわーおおじなりね、じなりね、もうその瞬間にもうね、緊張がほぐれて、そうもうね、これはいけるなと、いけると、はい、で試合始まりました。で、まあ、まあ、僕らジャンボール買ったから僕らは攻撃から始まりました。はい、で、まあ、練習通りの大きなゾーンやると思って大きなゾーンなんですけど、はい、体がでかすぎて、でかすぎて全然違う。いやでもね、確か僕が覚えてるには、ええ、2対0でそこだけ勝ってたんですよ。違う違う違う、じゃあ4対0から勝ちませんでしたあれ。違う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 、前半の試合ワンスリーワンのゾーンって書いてあるじゃん。でかいゾーンやで、ね、はっきり覚えてるんやけどね、16点相手に入れられるまでそれもう発生感が40分ピシャピシャピシャいきなり決めて、もういきなりもうこっち、ね、防戦一歩16対0でしたっけ。覚えてるの、それは覚えてるの。今ね、茨城さんがね、戦況ですね、戦況をね、ちゃんと置いてくださっててね、その資料を元にね、お二方お話ししてくださってるんです。最初しか長谷がほとんど出てへんけど、もう23で出てそう、途中から出てへんけど、途中出てへん、23で撮ってるんで、その時にやっぱ思ったのは、ゾーンのデカさもそうやけども、走るね、むちゃくちゃ速い。そのスタートがね、違うんで、もうそこで全然もう勝負になってない。相手がメンバー落とし出してからは、はい、まあ、そこそこそれなりのゲームができたんですけど、やっぱり最初に開けられたビハインドが大きすぎて、追いつけなかった。で松野が途中で倒れてるな、試合中に。そうそうそう、松野さんどうして倒れなかったんですか。怪我ですか。あ、怪我だったっけな。いきなり走っとったら誰も倒れるの。いきなりコートの真ん中倒れたね。あ、そうやったっけ。緊張のあまりか。あ、そうだ、半月。あ、そうそう。半月版損傷したな。その時あったんですね。相手がノシロやからエッチだ。でもすごいね。だって出てくるのコナンとかやね、あと。そうですね。はいはいはい。コナン知ってんだ。はい、コナン、同い年ですね。はい。公的にやられて。兄弟で言いましたね。そうですね。これが最終101対58で終わった。101対58。で、そのままノシロは優勝した。あ、優勝したんですか。決勝で愛工大名人。そうそうそう。そうか、まあまあ良かったですね。最後のしか出ないな。そうそうそう。すごい。それが引退。引退。ありがとうございます。はい。続いて先輩。はい。そのインターハイを経て、今でいうウインターカップ、当時の選抜ですよね。それが先輩たちが2年生のちょうど終わりに差し掛かる頃です。いや、ウィンターはもう3年。もうだからウィンターになったんよ。3年で。ウィンターになったんです。あ、そうですね。第1回ウィンターカップ。第1回ウィンターカップ。先輩、ちょっと予選のことからちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、今、ウィンターカップの予選ってね、だいたいこう、予選の予選があるんですよ。で、インターハイに出てるチームはスーパーシードみたいなのって出てくるんですけど、そうじゃないチームは別の予選を勝ち抜いて、地区予選を勝ち抜いて、でやっとウインターカップ兵庫県予選のトーナメントに名前が載るんですよ。当時はどうだったんですか。まあ、当然インターハイに出られてるんじゃないですか。インターハイ出とったかな。あのずらっとしたトーナメントはなかったんですか。
ある程度チーム絞られた状態で、だから16チームとか32チームで予選スタートする形でした。これ見る限りでは1回戦の数少ないから、あ、ほら絞られてる、だからもう絞られてるんですね。1名とか未確保はもう多分無条件、無条件で、それまでに各校は地区予選して出てきたかなと思います。あの先輩1、2年生の頃は覚えてはないんですかね、そのウィンター予選がどんなスタイルでものすごい大きいトーナメントだったか、絞られた状態で選抜予選をされていたか。選抜予選はだから県新人がそうやった、うん、あの2月に、あ、県新人が選抜予選になってるんですか。そう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 、あ、県新人優勝したら全国があったんですか。そうだから、それが兵庫県で開催あって、その時に福江に、ちゃう、陸江と、西脇工業が出てる。あ、そう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 、西脇工業やったんですか。西脇工業やったんです。その予選の時、豊岡でやって、その時の最多、得点という得点差の記録作っとったんやけど、その後に樋口か大西君かの時に破られた。あ、最多得点差。あのね、その時覚えてるのはね、雪降ってね、雪降って豊岡で60点が7点だったわ。なんせね、なんせ試合になってない。金森先生が、金森先生が興奮してるんだよって。帰りのマイクロバスで歌歌いやん。そうなんですか。ほんで明日学校休みや、授業あるんだ。休め休め、マジで。だからさ、そう、試合あることにしても休め休め。そんな金森先生見たことないですよ。あれはほんまに喜ぶんだ。全員前からな、あの順番に歌を歌え。そんなに上機嫌ですか。ほで、ちなみに何を歌ったんですか。歌覚えてないな。覚えてない。大西さんがドライブ歌ったの。そうそう、大西さん、大西さんがドライブ歌ったの。102対63。大したことないな。大したことやな。60点ぐらいだと思ったけど。うん、あ、でもすごい。そうそうそう。でなんで監督がそんな喜んだんだろうね。やっぱり6・3総体に向けたチーム作りがあったんで、あ、県内でね、ずば抜けて勝つ多分イメージでおったところをイメージ通り試合ができたから、うん、まあ、手応えあったなっちゃう、多分ね、なるほどね、思いますね。だからこの日全国ベスト4入りって目指すわ、うん、それでちょっと言い過ぎやな。ベスト4はちょっと無理やな。ちょっと無理やな。その時はどこで負けたんですか。その時はね、はい、初芝居。違う違う、静岡高生、あ、高生や、ごめんなさい、後藤、後藤がおった。あ、それ何回戦やったんですか。1回戦、1回戦が水戸屋札幌高生。水戸屋は痛い、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 覚えてんの。負けた。結局毎回2回戦で負けてるんですね。そうそうそう。あのね、静岡高生の時もね、今思い出したけどね、後藤シフトみたいな練習したんや。練習うまくいくんよ。そうそうそう。なそう、それが前半うまくいって言って、ああ、それ試合でも、試合でも、試合でも前半勝っとったんちゃうかな。2点差かなんか勝ったんちゃうかな。なんせ試合静岡高生って言ったらベスト8、ベスト4に入る実力があるチームだったから、そこを叩けば、はい、神戸主催の大会からね、僕らもその波のできる試合を変えるところで、その練習した通りできて。そう、物がちゃかった。後半だったら修正して対処する。出てきて、そう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 、え、体力の限界じゃなくて、もうあんた相当入る入る、やっぱ器がちゃう。ちゃう、もうやっぱりシューターが違う。手打っとったんちゃうかと思うぐらい。結局それで2、3みたいな。で、その総体ですね、得て、で、ウィンターカップの話についにこうちょっと入っていくんですけど、ウィンターカップはどんな、まあ予選で大体絞られてるんですけど、どんなチームが出てたんですか。僕は最初の方に何か覚えてないな。育英、三影、三影、尼崎稲造の関学、この4チームがベスト4。ベスト4、そうやな、ベスト4なんですよ。強かった高砂南とかな。コーナーもまあまあ強かったっていうかな。あ、強かったな。コーナー破ったのはどこですか。三河港、三河港が今度55対39、この時は富永が
チーノとか、チーノアリアデラスとか、ちょっとガッと強めに入る。で、まあまあ、決勝に入ってたら、初戦ちゃうかな、多分。いや、初戦は稲園や。これ124対5時でいくや、勝って。で、感覚が三加工に53対49で4点差で感覚が勝って。点差を知ってからやったのかな。そうですよ、知ってからやりましたよ。三加工が負けたって分かって。そう。で、負けたと分かった次の日の一発目は行方と三加工やった。それで負けた、ね、そう、負けた。だから感覚、ほんま感覚が三加工に負けたと、ほんまは決勝で最後で行方と三加工やった。感覚が三加工に勝ったもんやから、次の日、行方と三加工、行方と三加工やった。その試合が、結局ゾーンが攻められなくなって、はい、もう全然。全然。前半で試合決まって、で、途中でキャプテンの浅田が、はい、なんかラフなプレーされて頭から落ちて、落ちましたね。そうそうそう、はいはい、で救急車が運ばれてみたいな、いう状態で、なお試合に勝てない状況です。なあ、そうそう、もう意気消沈も。でその後に、まあ、監督にガシュー、勝つを選ぶ。散々な勝つを選ぶ。ね、怖いですね、昔のいう散々な勝つ。その時の勝つってやっぱ恐ろしかったよね。ああ、もうなあ、この道具が張り晒してきた。今までやってたらこんな点差で負けてる、はい、僕らもやっぱりショックでさ、三加工育英戦ですね。結果が81対51、30点差。前半で20点上げられてる。もう途中からもう、まあ、一方的やったな。もう行くよ、他の試合も全部100点以上勝つ、100点ゲーム勝つんやけど、結局見たことだけっつうのが、ここはね、ほとんど100点ゲーム。で、まあ、そのままでいくと、まあ、三加工もいっぱい土ついてるわけじゃないですか。で、最後に感覚っていうことですよね。感覚が今のところ一番強いっていうところで、2勝なんですよ。2勝なんですよね。で、最終戦、あと1勝1敗迎えるわけですよね。育英と感覚で、まあ、他のチーム、まあ、言ったら三陰工業なんかは育英が勝たんとどのようなものなんていう。いや、三加工は育英がちょっと差ぐらいで勝ってくれたらラッキーみたいな。そうですね、この1試合目がどっちもこの1試合目終わった時点ではもう育英が一番不利やったわけよ、結局は。そうそうそう、そうですよね、点差を開けて負けてる。一番もうパック間違いなくいけるやろって言われてたのが感覚。そうですよね、もう2勝してるし、はい、もうだから崖っぷちやな、ほんまの。でね、その時覚えてるのが、その感覚性ね、始まった時に覚えてるのが、金森監督がベンチ入ってなと思った。ああ、そうなんですか。確か。もう呆れた、怒ったが。ほんで、森先生が、はい、その時から結構丁寧に、ね、はい、指示というか、はい、勝つにこだわれ、はい、勝ちにこだわれ、はい、諦めるなってきた、はい、あれ時ね、初めてね、金森先生入れへんかったんちゃいます。そうかな。確か、はい、もうなんか呆れた感じで、もうお前らでやれよ、ああみたいな感じで、ね、まあまあ終わった敵じゃないかなって感じで、実際僕らも今茨城は分かんないけど、僕個人的には諦めてました。へー、諦めたらそこまでようできへんなって、点差を分けてね、まあ見ても感覚ですから、はい、ちなみに勝敗の勝ち点でいうと、三加工に負けてる育英にさらに、三加工に感覚が勝ってるんですよ。そう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 、だからまあちょっと、まあ、40点ぐらいが、ね、スケート得点差を開けるなんてことはちょっと難しいですよね。まあ、感覚はね、私学大会とか他の大会でも当たるケースがあって、負けたことはないんやけども、まあまあ10点差、15点差ぐらい、それで開けてる。そんなボコ勝ちして得失点差で勝つなんてのはちょっと望むんですよね。難しいな、それで35点やそこら開けるっていうのはちょっとしんどいなと。でそれでドローンで、はい、まあ、チーム的には、まあ、ちょっと最悪なのは浅田がいない、はい、キャプテンの浅田がいない、はい、でそこでやっぱりね、僕が今でも思うのは、ハスタミ、ハスタミが、はい、言ったらもうゲームキャプテン、自分キャプテンのつもりでね、はい、みんなで声かけて、はい、覚えてるのがね、今2点差、今4点差、今6点差っていうのは常時ずっと言うことだ。それをずっと積み重ねやね、もう。今お話出てるのはね、リスナーさんのためにちょっと説明しますと、一律西宮で、興味振るっておられる、初谷さんでございます。初谷さんと皆さん、先輩お二人、同い年なんですね。
その時に初代さんがずっと得点差をカウントされてたんですか。あれは偉いな、あいつ。そうそうそう、だからさっと前から半分なんかベンチワークもできる、だから選手であるだから、それでやっぱりね、その初代の真剣さというかね、はい、普段からあるんやけども、勝ちにこだわってる部分がね、すごい僕らも伝わって、はい、それに乗せられた的なね、はい、でまあ、実際のところ、初谷がガード陣がね、茨城と僕はどっちかやったら、後ろの方やったんで、前でバーッと当たって、苦しい紛れに飛んできたボールを僕らが取るようなもう、フルコート、オール、フルコート、オールコートで、フルタイム、フルコートとオールコート一緒ですけどね、分かってるわ、ただ今も、それも入った瞬間、もう、バーッやな、そう、早かった、もう。オールコートプレス、もう要は時間がもう惜しいわけです。だからその点差を開けるためにはこういう回数を増やさないと、はい、あの攻撃に時間が減るから ね、 そうですね、もちろん差を開けれる可能性低くなるから、まあ、それはもう僕ら分かっとったんですけど、はい、それはやっぱりあの分かっててもね、はい、あの体を持って身を持ってやったのがやっぱ初代とかのガード陣が、ね、乗せられた的なところ僕らはやっぱりね、それがやっぱり最初のうち結果が出てバーッと開き出したので、いける雰囲気がやっぱり出てきて、最初のやっぱり言ったら2点、4点、6点、もう、もうそこまだ全然先見えんな、そう最初のうちは、それがね、前半で35点渋い、それめっちゃいかつい前半ですよ、前半で正解、35点、でそれが35点の点差でしょ、それ以上上げなかった、そう、うん、ただ僕らはちょっと一回バカなので50点ぐらい開けなかったから取ったから、まだ先ないだろうもんな、まだ足りへんもんね、そうハッサにも気抜くな、まだだいぶ20点ぐらい開けなかったみたいな、俺はもうアホやからね、そうなんや、そうなんや、いや何度も言いますけど、その御影工業に育英高校が負けて、でその御影工業がさらに感覚に負けてるんですよね、育英望み薄なところ、その感覚に前半35点差、ちょっと後半どのようなことになったんですか。最終ね、何点差ぐらいまでいったんですか。あの、ね、流れはねやっぱり変わらなかったね、変わらなかった、あの本当にフルタイム、今のコーナーって聞いてもあんまり信じられないじゃないですか、フルタイムのずっとオールコートプレスなんてちょっと体力的に持たないと思うんですけど、それがね、はい、これね、僕もバスケットライトしてるけどね、この試合ぐらいで あんだけ動いてるのにね、はい、なんていうんだろう、疲れがわからんというか、バスケットボールハイに入ったんですね、そう途中から自分らで取り放つ、そうすごいこう試合のこう空気というか、僕もやってきてこの試合だけはね、そういうのあとの試合はやっぱり僕だし死んじゃうね、この試合は高校3年間でもうベストゲーム、そう完勝だった、ほんまの、でもその伝説ほんまなんですね。で、これ最終何点差なんですか。最終76、後半の方がもっと上げてるね、後半の方が上げてるね、後半の方が上げてるんですよ、後半の方が特殊点差分かってんか、ちょっとやりきってるから普通力抜くなんてねだからこのガスレンドチームは乗せられやすいこれでも相手チームのコメントを聞きたくなる、ね、どんな感じでやられたんや。いやでもね、僕はベンチとかにねいたんですけど、まあ、周りも乗るし、もう審判ももうどっちか言ったらもう味方になるし、これで僕らが 1,2,3,4,5 とかって言ったらもうピー5秒もうそんなんなんですよ。これでなもうボール出しができないんですよ、もうほぼ半分ぐらいの点数がボール出しできないんですよ、5秒間、これでもうマイボール、これゴールしたからマイボール、これですぐもう5秒ぐらいで点入る、これまた5秒 でそんな感じでね、もう20点ぐらいボーンって開くんですよ、ね、ほとんどスリーポイントラインには入ってなかったんだよ、ボールは、ハーフ入った時点でハーフのコーナー全部潰しに行きよったから、でそれもパス勝ったよ、ほんで速攻その連続でずっと、これでイクエの人間に手に当たってボール出てもイクエボールみたいな ね、 ねちょっとやっぱりね、もう雰囲気がもう会場がおかしくなってて、もう審判 もう選手 もう相手チームも文句言わないみたいな、あ相手ボールかなみたいな、ね、本当にそんな感じでしたね、すごかったな、後半に入ったらヒットも大勢来て、まあ、スコア見るやろね、これだけ点差入ってらっしゃるもん、いろいろ大勢集まって、それに乗せられたもんな、
雰囲気大事だ。でも能代線は人多すぎて上がったんでしょ。でもジャンボールだったジャンボールだったから誰もがもう、まあ、感覚と味覚をやろうっていう中での試合だったからな。定める展開になるという。ただですね、先輩あの今お話し上がりましたように得失点がそこまで開ける必要もどうやらなかったようです。まあ、それはいくらしたそれね、私ね、ちょっとあの計算してまいりました。はい、はい、あ、正解があるんです。はい、正解ございます。三影工業の得点が210点です。総得点、決勝リーグの得点、総得点210点です。対して三影工業の失点164点です、はい、でポイント46ポイントが三影工業のポイントです、はい、で、次感覚、感覚の得点73、43、53、まあ3試合で169得点で失点が222得点、これは育英高校のせいです。あ、そうです。はい、で、ポイントがマイナス53ポイント。まあこの1勝1敗が並んだ時点で感覚の得失点での勝利はもうなくなったということなんですね。はい、そうですね。で、育英高校です。育英高校得点294点失点174点、はい、でトータル120ポイントございます。2位の三影工業は46ポイントで、育英のポイントが120ポイントということで、もう圧勝でございます。お疲れ様です。取りすぎやん。森先生もよく分かってる。分かってるじゃん。言うとったな、森先生も。森先生もそのこと言ったら、そういうのあってるな。いや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 、でもすごい大量得点したね。このデータ面白いでしょ。ねえ、まさかの育英120ポイント、三上工業46ポイント、感覚マイナス50ポイント。結果で。そうだったら必要なかった。乗せられやすかった学年。学年でもいいんじゃないでしょうか。うん。まあなんせ初がすごかった。この試合乗せたもん。初はそうやね。ハトさんがずっとね。40点なんか言ったんちゃうかな、40点、あとまだこんだけあるみたいな、ずっとね、点取るたんびにね、声を出しながらね、だから僕らもその目標に向かって、目標は間違ったと言って、しゃべってきて、間違ったとか、よう分かったな、それが正確なとこやったら負けとったから、そうですよ、本当にそうですよ、森先生はそこまで考えてた。じゃあ、俺は34に上げて、まだ不安やったんだ。先輩、その県予選を経て、その後は近畿大会ありますよね。そうそうそう。その後はどんな感じだったんですか。まず近畿大会、近畿は、はい、あの、まあ、ブロックに分かれとって、これ1位でいたからブロックが良かったんで、で、和歌山北と奈良工業、これどっちも100点ゲームで予選リーグ勝ち上がって、はい、で三上工業が当時初芝のあの小田家、坂本、あのインサイド強烈やってるけど、そこに、1点差で勝ってる、44対43、だから三河強かった、この時も。そうそうそう。で、俺らは準決で洛南とやって、20点差で負けてる。で、三河校は準決で山城に46対34、これ勝って決勝、決勝洛南対三河湖。おお、だから2位が三河湖、近畿。ほんなん2チーム行ったんや。そう、表現からそうで、俺は三決で山城に30点差で勝って3位、だから洛南を2位三河湖を3位福江がウインターカップ。おお、結果的には兵庫県2チームで出る。へえ、まあ、三河湖強かったな。だからそうそう、本当にも先発はその近畿の予選であるから、まあ、狭きもんやね。なかなか出れない、出られない。今はね、県で1チーム出れますけどね。そうそうそう。当時はウインターカップといえば近畿で3位までしか出れなかったですね。そうそうそう。で、全国は代々木大体か。いきなり代々木から始まるんですか。代々木しかなかったで、ね、あの千駄ヶ谷の東京体育館は。いやいや、違う、代々木大会だ。すげえ。最後な、これで現地1回戦やんね。それを目指しててもね。
まあ僕らは合宿行ったけどね、一個下やったんで僕は、ね、あそれはそれは浜松ね。代々木台にしたことある？したことないです。浜松です。あのね、代々木台にはあのね、コートだけがライト当たってる感じ。そう。で観客席はちょっと暗い。目が慣れるまでな。そう。だからね、キャプテンのスポットじゃないけど、コートがね、こう丘みたいに見える。そうだから裏でるよね。すげえ羨ましいその体験。今はですね、ウインターカップ出ても1回戦2回戦は絶対東京大会なんです。でベスト8ぐらいから代々木第2体育館移動して、でそこ でも移動といってもまあ近くなんですよね。そこでゲームするんですけど、もうそこまで踏み入れたことないですね。ないない、応援した俺も。それがな、もう目が慣れてくるやんか、もう関係する茶色なのがいいっすよ。そうそうそう。ほんで人どんだけおるんかな、結構おらへんかった。そうそう、たくさんおるか思ったら結構まばらやん。今なんてすごいですよ、チケットもお金払わないと入れないですし、当時は無料だったんですよね。だったね。ジョモとかスポンサーなかったですか。そうそうそう。今はもうジョモってスポンサーついてるしね。まあ高難とするわけですよ、沖縄高難と。沖縄高難ですね。だからちょうど上間がな、沖縄から来とって、その沖縄同級生がその対戦相手やったから、まあ、そういう意味ではそな最後良かったですね。そうそう、沖縄の中学時代に活躍したやつがコーナーにおって、ええ、で上は沖縄からはるばる兵庫県の育英高校に来て、ええ、まあ、そこで高校、ね、成長した後にね、試合するみたいな。でも最後のね、上間さんノリノリでしたよね。はい、もう大活躍ですか。大活躍。もうなんか今まで見たことない、上間さんと俺言うたらやる気ないコンビやったけど ね。で上間さんもなんかあったんですかね、思いが。あったね、もうええとこ見せたろう思ったんでしょうね、あれね。もう沖縄同士で話したら何言ってるか分からない、言葉が方便で。私もね、おとどし、先おとどしかな、あの育英高校がね、インターハイ、沖縄インターハイがあったんですよ。その時にね、上間さん、まあ、あの石原さんっていう先輩につないでもらって、あの上間さんにお会いして、いろいろその現監督のヌナミと一緒に、うん、こう沖縄の中学校を見て回ったりね、うん、で夜は一緒にご飯食べさせてもらったりしてね、お話聞いてたんですけど、こうやって話してたら全然普通なんですけど、うん、ちょっと電話したらもう全く分からない、全く分からないです。プロ浴びるやん。あのそこにほかすって言うと分からへん。ほかすって何ですか。ほかすって分からへん。ほっといてから、そのままほっといてるやん。分からへん。まあ、ただ最初だから来た時は言葉が通じひん。それほどですか。うん、上間にいたことはバカやったから。うまく喋ってるかどうか。いや、一郎さん一緒くらいやってる。今だけさんはできよかったですけどね。会話が成り立たないから。先輩、すごい気になるんですけど、沖縄高難戦、結果はどんなのやったんですか。結果はもう途中から前半は勝ったんだ。あ、そうなんですか。途中から、あのね、見事って言ってね、ね、191かな、黒人の選手、黒人だった。その選手、あ、僕が、まあ、ボール運びしとったんで、ちっちゃいやつに使うことないポイントガード的なことしとったんで、だから僕がまあ、あのハーフダウンのシュートを打ちますけど、それが楽に打とうと、途中からその見事に変わってからが手が長いし、全くシュート打てない。またあるのね、見事に打てない。見事に見事だけに見事だけに。そう、それぐらいこう極端に、あのスペースは取ってんだけどね、はい、打てる感覚でおるんですけど、はい、まあ、だいぶ離れてから当たるようなね。まあ、僕らが喫茶にね、疲れると打てないのと一緒ですよね。そういう感覚ですよね。そうそうそう。興南のキャプテンが井上やったよね。そう、井上で、今興南高校多分監督してる。あ、はい、あの失礼ですけど、あだ名はキーボーさんですよね。だから、あの、はい、井上キーなんちゃって、そうそう、はい、日大経て、日大経て続いて、で、まあ、日本リーグね、もう経験がある人で、実況でね、うまかったな。ね、今も沖縄興南高校見られてます。あの、行きました。興南高校行きました。はい。で、興南高校もね、最近育英高校来ましたよ。あ、そう。ごめんなさい。最近というか2、3年前に育英高校来て、ね、あの
NBA の解説で有名な塚本さんの紹介で一回行くへ来られて、でその時僕バス運転してやってたんで、その時に関空から行くへ高校まで来るんですけど、連絡橋を通るじゃないですか、まず関空からまず連絡橋を通るじゃないですか、そこからちょっと高速ですよね。なら井上先生に生徒がすごい長い橋ですねって言ってたのを僕すごい覚えてて、阪神高速ずっと上じゃないですか、言い過ぎ言い過ぎ、ええ加減神戸の近くまで来てる時にこの橋すごい長いですねって言ってたのをすごい僕覚えてる。橋っちゃ橋やけどな、まだバカなこと言って。あれが僕ら同期やね、でも沖縄といえばね、僕ら1年生、2年生の時とか沖縄行きましたよね、ね、合宿行きましたよね、叱られに行ってきたね、沖縄でも行きましたよね、浜松西高校と、はい、ね、一緒に、はい、合同合宿に、ほいでね、米軍基地行って試合したりとかしたんですよ、うん、そうね、あの米軍基地で普通一般の人入れないんですけど、はい、関係で取り持ってもらって、そうそうそう、向こうの、米軍の高校生、アメリカの大会な、大会、なんか特典版が横について観客席がちょっとあってね、よく、あの、YouTube なんか流れてるあの UCLA みたいな、そうそう、あんな感じでね、横にこう階段式のギャラリーみたいなのをしてて、よく映画で見るやつですよね。そう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 、へぇー、ちょっと感じのな、顔のほうがあるんでな、チアガールみたいなのを呼びましたね、そうそうそう、ね、呼びましたね、僕それしか見てないですけどね、そうそうそう、ちょっとしたらな、黒人が出てきてな、アップのせいでな、ポンとか言ってね、ドンとかするんで、当然茨城さんもキュッつって、いやちょっと、あ、その頃できてその頃ね、まだできてなかったやつ、いや、すごかったな、で一応合同のチーム構成で、浜西と育英の合同チームで試合して、勝って勝ったんですか、大丈夫とかわけわからない、英語しゃべって、俺らは分からへん、そうそう、急に英語言われた、そう分からへん、そうそう、勝った覚えやな、あれ、まあ、懐かしいな、懐かしい、まあ、そういうね、いろんなところに行きましたよね、だからね、はい、あの能代カップも第1回僕らしよう、第1回第1回だからさ、佐野さんがおるときで、佐野さんが、まあ、言うてませんでした、能代カップで、佐野さんがは能代カップ出てない、あ、能代カップじゃないですか、遠征して、遠征だけですか、はい、その次の年の能代カップに、だからな、やっぱり強かったから違いますか、やっぱりその時期が、これで、まあ、武井さん、田中さんっていうスーパー、ね、センターがいましたしね、総体があったしね、能代カップはすごかったよな、北陸、佐古、佐古、はあ、佐古がキャプテン、キャプテンな、そう、対局、北陸、そうじゃない、能代、佐古さんと先輩お二人は年齢的にはどうですか、1個下です、どれ1個下、サコさんとか1個上ですね、キャーキャーやろ、もキャーキャー、アイドルだって神戸インターの時見に行ったらバックダンクしてましたよね、あの身長で、ね、でこうなリストバンド仕上がったらこうパッと掘った女の子がキャーッと見に行くよ、ていうか掘るんですか、掘るんですか、掘るんですか、俺ら掘ったんですよ、あれを、いやいや、今の木さんも掘ってよ、選択しといて、まあそれが精一杯ですよ、ほんま、それがすごかった、そんなスター性があったんですね、いや、佐古さんが一番のスターですよね、あの時は、今の高校生でもなんぼキャーキャー言われてもなかなかできないですよ、リストバンド来いってギャラリーの別格やな、やっぱり実力が伴うとったらね、結果的に全日本からずっと長い間あの人ってね、はい、代表におったでしょ、そうですよね、やっぱそれだけのやっぱ実力っていうかね、はい、高校の時からも開花しとったので、僕らから見てもやっぱりやったらね、楽しかったし、だから試合を覚えてるのは北陸の試合は試合になってなかったです、まずボール運びから覚えてるのが運べない、エンドスローするやん、はい、返すね、ボールを、いや、お前やろお前で運びたくないねん、かぶられるからね、かぶられるから、だいたい俺がフォワードでな、あの、サクとか、あの
ばいやばいやばいって言ってボール運べるわけないやん。そういや茨城さんフォワードちゃいます。じゃあ茨城からボール出すやんか。茨城返すって言うやからもうとりあえずまたセンターラインからな。そうそうらしい待ってんのよ。そこ行く嫌やん。10秒の間に行かなあかんとりあえずの間どっちがボール持つかみたいな感じでもう罰ゲームみたいな。いやでも羨ましいね、今をときめくあの佐古さんと一緒にコートに立たれて、で嫌やったっていう体験持っておられるのはすっごい羨ましいなと思いますね。三浦でダンクもされたもんな。三浦もそうだったね。あの時の人っていうのはみんな日本リーグとかね、全日本に活躍しても多かった宝の時代で、そうそうそう一番でしたもんね。そうそうそう一番ね、あそこからね、2、3年すごかったですもんね。そうそうそう、みんなね、やっぱり能代がすごかったですもんね。すごい面白い話ありがとうございます、本当にもう。はい、皆さん第55回のバスケトークラジオいかがだったでしょうか。本当はこの先も続くんですけれども、ちょっとデータを壊してしまいまして、なぜか読み出せないので、急なんですがここで終わってしまってます。と本当はねこの後20分ぐらいまだ先輩お話しいただいてたんですが、残念ながら今日はここまでとなります。また、改めまして先輩読んでお話伺いたいなと思いますので、それまで楽しみにしててください。 See you next week. Bye bye.